これからももの裏側の柔軟性のチェックを行います。足を肩幅程度に開きます。足同士は平行に置きます。膝を伸ばしたまま手を床に向けて下げていきます。膝を伸ばしたまま手のひら全体が床につけば2点です。膝を伸ばしたまま指先が床に届けば1点です。床に手が届かない場合は0点です。これからももの裏のストレッチを行います。片方の膝を曲げて横に倒し、もう一方の足は伸ばします。背筋を伸ばし、おへそを前に突き出すようにします。これでももの裏が伸びてない方は体を前に倒してください。これからももの前の柔軟性のチェックを行います。うつ伏せで足を揃えます。両手でそれぞれの足の足首を持ちます。かかとをお尻につくように近づけていきます。両方のかかとがお尻まで届けば2点です。両方のかかとがお尻に届いていますが、骨盤の前方が床から浮いてしまった場合には1点になります。かかとがお尻に届かない場合は0点です。ももの前のストレッチを行います。横向きで上側の膝を曲げて、上側の手で足首を持ちます。かかとをお尻に近づけるようにして膝を曲げます。この足を後ろへ引きます。これで伸びていない方は下側の足のかかとを上側の膝にかけ、後ろに押します。これから股関節の前の柔軟性のチェックを行います。まず仰向けで両足をしっかりと伸ばして寝ます。片方の膝を抱え込み、同じ側の胸に近づけます。近づける膝が外側に向かないように注意しましょう。下側で伸ばしている足の膝が曲がらないように注意しましょう。伸ばしている足のつま先が外へ向かないように注意しましょう。膝の位置が溝落ちよりも高く上がれば2点です。膝が溝落ちよりも高く上がっていても股関節の前側に詰まりや痛みが出てきた場合は1点となります。膝が溝落ちよりも高く上がらなければ0点です。下側の足が浮いてしまったら0点です。股関節の前側のストレッチを行います。足を前後に開いて準備します。背中を反らないように注意しながら前の足に体重をかけていきます。